さあ、オリックスですけれども、今回の内容は、森選手が復帰してからのスタメン最新版ということで、まあ火曜日にですね、まあロッテとゾゾマリンで試合があるということですけれども、ここにも森選手が堂々と復帰するんじゃないかなと個人的には予想しております。まあ先週のですね、一週間、一軍、二軍ともに注目の選手というか、まあ、スタメンに抜擢されそうな選手、どんな成績を残しているのか、ざらっとたくさんの選手をね、ご紹介していきますから、そのあたり含めて、まあ、森選手が、どの打順で、どのポジションで、復帰するのか、そんな話もですね、ちょっとメインでお話できればな、というふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。で、まず先週のね、一軍の選手の成績なんですけど、茶野選手からご紹介できればなと思うんですが、こちらですね、2割8分6厘ということで、打席数は14打席だってヒットが4本、長打がなしということで、まあ、この間ですね、サヨナラヒットを打って、まあ、そこの影響もあって3試合ほどスタメンで使われておりますけども、他の選手と比べて、もしかしたら数字としては見栄えはいいかもしれないので、まあ、使われるんじゃないかなというふうには思ってます。そして若月選手ですね、8月の成績が、まあ、なんと3割超えということで、長打率もすごくありまして、まあね、2ベース、3ベース、ホームラン、それぞれ1本ずつということですけれども、ここがですね、やっぱ茶野選手、まあ、森選手が抜けましたけどもね、非常にその穴を埋めるどころか、まあ、非常にこういい活躍をしているので、若月選手はですね、今のこう打線では普通に強打者の部類に入ってしまっているので、まあ、期待はできるかなという感じでございます。そして3人目が中川圭太選手ですね。圭太もですね、昨日の試合で、まあ、ホームラン2発打ちましたけども、8月の成績は非常に良くてです。まあ、打率も2割7分台、長打率も非常にあるということなので、圭太に関しても上位打線で使っていっても面白いんじゃないかなというふうに思ってます。そして頓宮選手ですね。頓宮選手、まあ、8月一番当たってます。正直、4番でも使っていいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、えげつないですね。率も、長打も、すんげーあるということで、オリックスの、まあ、まず間違いなく、核と、まあ、なる選手かな、ということでございます。そして、6人目がセデーニョですね。セデーニョに関しては、打率と、まあ、長打率、そんなに、めちゃくちゃ高いわけではないんですけども、まあ、率はね、2割8分と、まあまあ、まずまずかな、ということですけど、まあね、セデーニョに関しては、昨日ホームラン打ってますけど、まあ、非常にね、こう、バッティング技術みたいなところは、オリックスの打線の中でも、非常にこう、頭一つ二つ抜けてるような存在だと思うので、まあ、外せはしないですよね。そして、宗選手ですね、8月の成績、ご覧の通りということで、ここからですね、若干、この8月、まだ1週間ぐらいしか経ってないですけど、まあ、ちょっとこう、調整期間というか、もしかしたら、低調の波に入ってしまっているのかもしれないという選手ですね。打率が2割2分7厘ということで、まあ、長打も1本だけ、2ベース1本というような感じですから、まあ、守備がですね、ちょっとこう、まあ、外せないというような感じですけど、下ではですね、いろんな選手がサード守ったりとか、まあ、後から喋りますけど、太田亮選手とかもね、サード守ったりしてますから、まあ、この辺考えると、もしかしたら、リフレッシュっていうのも選択肢にあるかもしれないですよね。そして7人目が野口選手ですね。8月の成績が打率2割ということで、ここ2試合スタメンから外れておりまして、まあ怪我とかなんかこうね、体調不良なのかとか思ってたんですけど、途中からね、出場したあたりを見ると、もしかしたらシンプルに野口選手はちょっとこう打つ方がっていうので、スタメンから外れてたのかなっていうような見方もできますから、実際のところね、8月もちょっと成績は下降気味になってますんでね、この辺考えても、まあそういう判断をされててもおかしくないのかなというふうに思いました。そして8人目がですね、紅林選手ですね。紅林選手ずっと3番で出てるんですけど、8月に関しては打率2割切ってしまってるということで、長打はね1本あるんですけど、まあ、もしかしたらずっと出ずっぱりでこう疲れてるみたいなところもあるのかもしれないので、この辺含めてですね、ちょっとスタメン考えるときには参考にしてもいいんじゃないかなというふうに思いました。そして最後にですね、10人目、義母選手ということで、8月の成績に関しては打率2割前半ということで、しかもですね、長打が1本もないということなので、この辺ですね、まあ、使うとするならば2番か9番かなっていうような感じなんですけど、まあ、中島監督ね、結構長打が打てる選手好きですから、この辺ちょっとどうなのか、注目をしております。その他で言うと、大城選手ですね、日本ハムの伊藤大海投手から、スタメンで抜擢されて、5の1、ヒット1本ね、レフトにヒット打ってますけど、あとはね、渡辺春人選手、楽天との試合、8月の2日、庄司投手から、まあ、ライトに2ベースを打ってるということで、まあ、長打1本打ってました。4の1という成績でしたけども、まあ、この辺含めても、まあ、7月の29日、そして8月の2日と、まあ、約1週間から2週間ですか、この期間スタメンでは出ていないということを考えると、まあ、直近の数字というよりかは、他のね、今言ったような面々があんまりもしかしたら、波に乗ってなくて、代わりにどうだっていうので、使われる可能性もあるのかなという感じですね。そしてここまではね、1軍の選手でしたけども、1週間振り返って2軍の選手ですね、ちょっと見ていこうかなと思うんですが、今日のメインはやっぱ森友哉選手ですね。7月の25日から、2軍の方には出場してるんですけど、もう20打席ほど経ってます。打率が3割超えてるということで、まあ、あんまりね、成績云々というよりかは、どのポジションで
出たのかとかすごく注目をされてるんですけど、復帰してから7試合出場していて、スタメンに出ているのはほとんど指名打者なんですね。でキャッチャーと外野で1試合ずつ出てるっていうことなので、これですね、やっぱ外野にもう満を持して本格的に転向するのかみたいなこう記事も上がってましたけど、まあおそらくですね、若月選手が今言ったようにすごいやっぱ打つ方が好調というか、ここ 2,3 年での成長がえげつないじゃないですか。なのでどうしてもやっぱ由伸と組むのは若月選手っていうのは決まってると思うんですね。あとはまあ幸也投手とかかもしれないですけど、それ以外俊平太、宮城、田島、もろもろに関しては森選手が組むんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、若月選手がマスクを被るときに森選手がまあ外野出てる、なんかそんな感じなのかなというふうに思います。なので場合によってはもしかしたらセデーニョがですね、中島監督の中ではそんなに評価が高くないかもしれないので、ってなってきたときに森選手がマスク被りながら DH で若月とかセデーニョとかちょっとこう割っていくような感じで2人で、なんかそういう運用になっていくのかなというふうに思うので、火曜日ですね、おそらく由伸が先発するんじゃないかなっていうふうに思うので、早速ですねレフトでなんか出るんじゃないかなっていうふうに思ってますね。そして2人目が太田亮選手ですね。太田選手に関しても、8月の成績ということでご覧の通りでございます。打率が3割超えてるということで、まあ結構ですね、いい感じで、順調に復調はしてきてるんですけど、じゃあロッテ戦のこのカードから上がってくるかっていうと、まあ、正直早すぎるんじゃないかなということで、まあ、早くても週末の、楽天戦とのカード、あるいは来週の、ソフトバンクとのカードがあります。15日からね、そこでなんか復帰するっていうのも考えられるので、まあ、場所も京セラですし、その辺含めても、まあ、復帰したのがね8月の2日とかなんですよ。まだ1週間も経ってないですから、成績としてはいいんですけど、そんなにすぐ上がるかっていうとちょっと微妙かなと思ってます。そして3人目がですね、池田龍馬選手ということで、まあ昇格した時はね、なかなかこう外野の選手が調子良くて、ラオウであったりとか、まあ、いろんな選手がいてですね、なかなか使うタイミングはね、野口選手とかもいてなかったですけども、まあ、タイミング非常に悪い形でね、降格しましたら、ね、ラオウとかが結構こう不調になったりとかでね、なかなかタイミングが悪かったですけど、池田選手に関しては8月打率3割ということで、長打も非常にあるということですね。ツーベース1本ですけど、まあ、打てているので、ここでちょっと平野大和選手を使うのであれば、池田選手も使われる可能性は全然ありますよね。そして、西野選手ですね。西野選手に関しても、長打1本だけなんですけど、まあ、率は非常に高いということで、8月は今、好調になっております。そして、佐野光大選手ですね。佐野光大選手に関しても、7月のね、中旬頃に、まあ、抹消になりましたけど、そこからですね、バーッと出ていって、8月の成績に関しては3割を超えてるというような成績になってるんですが、まあ、長打がね、ないと。ということなので、この辺をちょっとどう見るかかなと思ってます。そして最後の2人、若手ですけどね、まず源選手に関しては8月の成績、打率が2割3分ということで、もしかしたらちょっとね、厳しいかもしれないです。長打もねそんなにむちゃくちゃあるわけでもないですし、で北選手も同様で8月ね2割前半ということで結構苦しんでるんですね。全体の数字はね2割6分とか7分とかなんですけど、ここ最近の試合はねこうダイソーで出て打席立ってないとか、なんかそういう試合もあったりするので、ちょっとね外野の有望株が、まあ、なかなかちょっと厳しい感じになってるなとこういう感じです。その他の選手でいうと T さんが2軍で10打数立って0安打と、で足立選手と福田周平選手に関しては12の1ということでね、もう1割切ってしまってるんですね8月ね。渡辺大輝選手に関しても抹消してから1試合も出ていないということなので、結構ですねオリックス外野の選手、そして中堅ベテランの選手もねなかなか苦戦をしているという感じですし、まあ、西野選手のように好調の選手がいても、じゃあ長打がむっちゃあんのかっていうとそうでもないんでね、この辺をちょっとどう見るのかっていうところですね。以上がですね、ここ1週間もっと言うと8月の、1軍2軍ともにの、まあ、こうスタメンにね名前がパッと上がるような選手を全員ちょっと並べてみましたけれども、皆さんが気にかけている選手とか期待している選手はいましたでしょうか。ぜひね、今回のテーマに沿って何か思うことがあったらコメント欄に通じて教えていただけたらなというふうに思うんですが、最後に、個人的にですね火曜日このスタメンどうだっていうのでちょっと、ご紹介できればと思ってます。こんな感じですね。結構ですね、まあ、自信があるというか本当に自分好みなのでこの辺どうなのかわからないんですけど、ポイントで言うと1、2番と、3番、6番、7番このあたりですね。1、2番に関してはまずケータ、茶野選手でちょっと組んでみました。まあ最近ね義母選手とか野口選手とか、まあ2番に宗選手とかいろいろあると思うんですけど、単純に今言ったような成績、超打率であったりとか打率の方をね、他の選手とこう見比べて直近の、調子のいい選手を 1、2番にも来てですね、まあなんとかこうクリーンアップの前に、ランナーを貯めて、点を取る、そんなこう攻撃ができたらなというふ
うに思ってます。で、もう一つがね、3番ですけど、まあ3番レフト森友哉っていうね、吉田正尚みたいな立ち位置でしたけども、ここね、紅林からちょっと森選手に変えさせてもらいました。まあ、最近ね、打率2割切ってるっていうのもありますから、3番森、4番セデーニョ、5番トング、この並びでいいんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ最近調子が悪いとはいえですね、ずっと3番張ってきましたから、紅林選手は6番ぐらいで、若月選手をね、8番とか9番じゃなくて、もう思い切って7番ぐらいで使ってですね、8、9番はもうがっつり下位打線でやっていくと、こういう感じでね、ちょっと考えてみました。まあ、ここにね、セカンドに西野選手であったりとか、太田亮選手が、まあ、いつか入るかもしれないですけどもね、火曜日に関してはこんなスタメンがいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。ということで、今回のお話はですね、森友哉選手が火曜日に復帰するんじゃないか、それに伴ってですね、ここ最近の1、2軍の注目の選手、成績順でバッと並べてですね、この選手スタメンにしたら面白いんじゃないかっていうことで、最新版でちょっと予想してみました。最後まで聞いてくれて本当に、ありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録と、そしてグッドボタン、お忘れの方は何卒よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。